どうも、いちかです。今回はシックスボールパズルにおいて最も弱いと言われるストレート。これだけを使って CPU を倒していこうと思います。さあ、まずはストレート決めていく。相手もヘキサゴン来たか。さあ、ストレート。黄色。ちょっとテンパにしておきますか。あと2個。しかし結局潰れてしまうんで、ちょっとしんどいんですけど。盤面が足りないね、盤面が足りない。黄色で作りに行きたいんだけど。黄色ストレート。いきたいよ。さあ、黄色ストレート決まっていく。相手もストレート、まさかの CPU も空気を読んでストレート打ってくる。さあ、消えて。これはストレートにできそうなのがいまいちないけれど、ここは、高さが足りない。緑でいきましょう。緑ストレート作っていき、さあ、打っていく。相手ピラミッドか。ヘキサゴンが来るとかなりしんどいけど。いやー、きついな。だとしてもかなり厳しい。だとしても厳しいね、これ。さあ、黄色ストレート作っていって。さあ、ゴリ押しからの黄色が、来ない。ラッキー。うわ、来た！ラッキーストレート。さあ、ここで逆転の一手を。さあ、消えて。さあ、ストレートだけで勝って、紫のストレートできましたね、これ。はい。さあ、勝っていく。まさかの一発。さあ、しっかり勝ちをもぎ取っていっ、審議の結果、ちょっと不正が行われた疑惑があるということで、ちょっともう一回やることになりました。はい。さあ、とりあえず初手で紫のストレート狙っていき、紫ストレート、OK。いいね。これ、自分だけ打てるんじゃないか？でかいでかいでかい。自分だけ打てるのはでかいね。消えちゃうか。そうだな。ここで作っていくか。で、これブリッジストレート、OK。さあ、相手青が間に合うか？微妙だが。さあ、ストレート。いいね。さあ、ストレート打ってって、もうこれ鬼のように打ち続けないといけない。どんだけ打っても足りないんで。黄色がラッキーストレートできていく。7連結ストレート。しかし、なぜか相手の盤面めちゃめちゃ低い。全く手応えが感じられないな、これ。手応えがまるでない。これはどうしたらいいんだ。いやー、良くないな。良くない。一応、緑を狙っていきましょう。緑で狙っていくんですけど、来ない。一旦、削っておいて。いやー、相手、青ヘキサ来ちゃうな。紫から、ラッキーが、ラッキーストレートできていく！ 7 連結、ラッキーストレート！さあ、ラッキースト打っていき、しかし、紫があんまないぞ、これ。あんまないぞ、紫が。あんまり紫がない。これ一旦消して、いやー、厳しい。いや、厳しい。ここは、いや、まだわかんないな。まだわからないけど、いやー、すごいピラミッド作りたい。ピラミッド作りたすぎる盤面でしたが、ちょっと今回打てないんで負けてしまったと。OK。行きましょう。さあ、これ色がね、分散してくれると結構助かるんですけどね。色が分散するってことは、それだけ手数がかかるんで、ハードドロップがないんですよ、相手。ハードドロップがないんで、先に技を打てる可能性が高い。さあ、打ってた。これは先手か？先手取ったんじゃないか。これ紫、緑で技を作りに行って、青一回消しといて、緑来た。よし、ストレート。いや、ピラミッドが、盤面がちょっと狭いな。これ緑で作りに行ったの間違いだな。ここで作ろう。あ、消えた。消えちゃったな。これ盤面足りる？あー、無理か。黄色ストレート。盤面が足んないか、あれ。盤面、うわー、こういうのは、どうしようもないね。いやー、どうしようもない。ストレートの組む場所がない。さあ、ストレート縛りやっていきましょう。黄色で狙っていきましょうか。黄
黄色で狙いつつ、青も見ているが、青も見てはいるが、青も見ているが、崩れてしまう。いや、黄色来なくない？え、黄色来なくない？嘘でしょ、黄色来ない。しかし黄色が天から降ってきた。オッケー。さあ、それと相手打ってこないんで、まあまあまあいいね。で、ここでストレート打ちましょう。オッケー。連結ストレート打っておいて、うわー、めっちゃピラミッド打ちたいけど、今回、うわー、めっちゃ打ちたいけど、今回できないんで、こう一旦消して、こう、青。青を、あそこで狙いつつ、黄色を引きに行きたいんだけど、引けないか。生きて足りない。それはちょっと無理ですね。はい。さあ、ストレート縛りで、とりあえず赤で狙っていきましょう。赤で狙いつつの、赤をひたすらに狙っていき、赤来ないね。赤来た。オッケー。これ相手間に合うか？間に合わないんじゃないか。こっからの作り上げが難しいな。うわー、早いな。はい。ここ緑でいきましょうか。緑で作っていき、一個ずれた。間に合ってほしいよ。間に合ってくれた。さあ、緑ストレート。さあ、相手の盤面めちゃめちゃ低いんだけど、何が起きた？どこでどう作るのか。あ、でもまあまあ消えたね。まあ、一旦消して、あ、いいね、ストレート。ストレートいいんだけど、紫ダブルが必要。ダブルが必要なんだけど、ダブルが来ないね。黄色を作りつつ、黄色ストレート。オッケー。いや、ヘキサゴンか。ヘキサゴン相手作ってきたな。あー、無理だ。入れない。無理ですね。いや、まだわかんないか。まだわかんない。いや、全然わかんない。あるよ。青色で作りに行きたいね。うわ、めっちゃ、めっちゃ今作りたかった。いやー、無理か。赤が2つ？うん、いや、めっちゃストレート打ってくるじゃん。なんかむしろ相手の方が打って、相手の方がストレート打ってくるんだけど。ダブル来たけど、それは置けない。そう、置けないんだよね。さあ、ストレート縛り？やっていき。あー、紫使いたかったな。あ、しかし早い。さあ、ストレート。しかし相手ヘキサゴンか。ヘキサゴンか、うわー。なんかすごいピラミッド組みたいけど。ピラミッドめっちゃ組みたいけど、ここは組んじゃいけないんで、崩して、ここ青でしょ。ここ青で、ストレートできていく。オッケー。これ早いっしょ。目にも止まらぬ。しかし何もできない、これ。あんま良くない形だな。黄色を狙いつつ、黄色狙いつつ、あー、ミスった。まあ、とりあえずこう置く。うん。黄色でストレート。よし！よし、ストレート。これいいね。先行できた。先行できたけど、できたけどって感じか。いや、組めない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 。組めない。組めない。なんかもう、体が、動きを染みついちゃって、ヘキサゴン組もうとしちゃう、つい。ヘキサゴンをね、組もうとしてしまうんだよな、これ。これ紫。赤か？赤ちょっと高いな。あ、いいね、いいね、いいね。紫打っといて、相手もストレートか。お、いいね。空気を読んでくれるストレート。オッケー、ラッキーストレート。この2連続かなり効くんじゃないか。ここで、青色の、ストレートできていったんで、これは勝ちをもぎ取ってい、行きましょう。あ、いいね。初手で紫。うわー、しかし。あー、そういう感じ？そういう感じか。一回消して。あー、間違えた。あー、危ない危ない危ない。まあ、撃てれば OK、撃てれば OK。撃てれば全然 OK。ここから？
パーカーをちょっと狙いましょうか。赤を狙って、赤を狙って、よし、赤ソレード。ピラミッドが相手。ピラミッド撃たれて、まあ、これ全然大丈夫で。黄色いいね。黄色ソレード行くか。あー、こっちで作ろう。斜めに作ろうと思ったけど。黄色ストレート。よし、間に合っていく。相手もストレートか。さあ、空気読んできて、ストレート打ってきて、ストレートはストレートで返しやすいんで、かなりありがたい。嘘です。いやー、無理か。どこでどう組む？こう。で、ゾロ来てください、みたいな。2個！ないかー。さあ、これで、しっかり組み上げていき、一応黄色も組んでこっか。あ、いいね。お、ダブルでストレート！オッケーオッケー、いいね、いいね。ダブルストレート！ダブルストレート打っていき、しかし相手もストレート返してきた。マジか。さあ、ここで、どう組む？間違えた。いや、まあいいや。これじゃあ、青のストレートでと思ったけど、紫オッケー、紫ストレート打っていく。ヘキサゴンか。ヘキサゴンの火力は半端ない。平らならいいけど、いやー、ちょっと平らじゃないな。あ、でも結構消えるな。結構消えたけど、だから何という感じですよね、これね。青を狙いつつ、狙いつつ紫も狙うみたいな感じなんですけど、オッケー。相手グダってる、グダってる。チャンス、チャンス。打ち込むべし。こっち側に置いて消えないようにして、ストレート打っていくと、オッケー。相手それ打てないね。オッケー、オッケー。打てないよ。それは打てないんだよな。黄色狙いつつ、まあ、赤はこれ、あ、置いちゃったね。赤諦めて、ラッキー待ちか。ラッキー、ないか。緑で組もう。緑で組んで、黄色がちょっと邪魔なんで、消し、お、ストレートできていく。オッケーオッケーオッケー。まさかのストレート。でかいでかいでかい。あ、勝っていったー！マジか！まさかの10回目の挑戦にして、ストレート縛り、勝ちました。はい。最後は死に際でね、なんとかストレート見ることができて勝てました。はい。というわけで皆さん、ストレートはめっちゃ強いんで、ぜひ使ってみてください。お疲れ様でした。